ノースウエスト航空85便緊急着陸事故とは2002年10月9日デトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港から成田国際空港へ飛行中のノースウエスト航空85便にアラスカアンカレッジ付近で方向谷に故障が発生しテッドスティーブンスアンカレッジ国際空港に緊急着陸した航空事故であるこの事故による負傷者はなく 乗員乗客とも全員無事であった。この事故により、以後の事故防止のため、対空性改善命令が出されることとなった。85便に使用された、ボーイング747から451型機は1988年4月29日に製造され、1989年12月8日に納入された。この機体は、 ノースウエスト航空納入前のテストベッド機として使用されていた。エンジンはプラットホイットニー製のターボファンエンジン PW4056 で4機搭載していた。2017年にデルタ航空博物館にて撮影された85便のクルー機長は54歳男性。総飛行時間は11297時間で、 そのうち630時間が B747 から400型機の飛行である。副操縦士は57歳男性。総飛行時間は3420時間で、そのうち651時間が B747 から400型機の飛行である。85便には交代のため基調、副操縦士が、あと1名ずつ、合計4名が乗務していた。また、 14名の客室乗務員が乗務していた。85便は、ミシガン州、ロームルスデトロイトメトロポリタンウェインカウンティ空港を出発し、新東京国際空港を目的地としていた。事故期は、東部夏時間の14時30分、デトロイト空港を出発した。アラスカ夏時間の17時40分、高度3万5000フィートで異常が起きた。その時は離陸及び、 成田空港への着陸を担当するシニア機長と副操縦士が休憩に入り、交代機長と副操縦士に操縦を交代したばかりだった。突然機体が30から40度左に傾いたので、機長は当初エンジンに故障が生じたと考えたが、エラーメッセージによりすぐにヨーダンパーの不具合と判明した。上下2枚に分かれた方向だの内下側の方向だが、 左方向をいっぱいに触れて制御できなくなり、操縦が不安定となった。交代機長は緊急事態を宣言し、アンカレッジへダイバートを開始したが、飛行機は北アメリカとアジアの間の無線俯瞰隊を飛行していたため電波が弱く、アラスカ付近を飛行していた NW19 便が85便と連絡を取って支援した。途中でシニア機長は操縦室に戻り交代し、 手動で操縦した。この異常については緊急事態マニュアルにも対処法が掲載されておらず、85便のクルーは利用可能な応急処置のどれも問題を解決できないと報告した。操縦士たちはミネアポリスに住むノースウエスト航空の訓練教官と電話会議を行ったが、訓練教官は突然の傾きに対する解決策を見つけ出すことはできなかった。このためクルーは 下部方向打が故障し、補助翼が使用できないことから、左右エンジンの推力を別々に細かく調整させ、機体操作を取り戻して、テッドスティーブンス・アンカレッジ国際空港に着陸させた。なお本事故は当初メディアからの注目を受けなかった。NTSB は動力制御モジュールの中の金属疲労による欠損があり、それは目視で発見できる種類の破損ではないことに気づいた。 下部方向打の制御モジュールを囲む鋳造金属の筐体が破損し、溶断パーのアクチュエーターを収納していた、制御モジュールの筐体の後部の一端が、筐体の本体部分から外れていた。そのため、中のピストンが外にはみ出し、元に戻らなかったため、下部方向打が片側に寄ってしまった。通常は内部の部品が破損することが多いが、今回は筐体自体が破損したものであり、 調査団も極めて稀なことだと語った。しかし、金属疲労の根本的な原因は解明に至らなかった。その一方でこの機材はマイナス400シリーズの初号機で納入前に試験飛行を1年半以上実施しているため想定以上の負荷がかかった分、金属疲労が他の同景気より進んでいる可能性も指摘した。NTSB は可能性の高い原因として、 下部方向打の動力制御装置の金属疲労による破断の結果が引き起こした下部方向打の操作不能と裁定した。もう一方で、これほどの事態にもかかわらず墜落に至らなかった理由も合わせて調査された。その一つが、747シリーズの方向打がフェール政府のため通常の1枚ではなく上下2枚に分割されていたことにあった。これがうまく機能していた。 もう一つの理由が、クルーリーソースマネジメントにあった。交代機長は、異常が発生するとすぐに対応し、墜落を防止した。その後も4人全員が、それぞれの役割を把握し、作業に当たった。操縦の交代以降の役割は、以下の通りだった。後のインタビューで、機長は、乗務員のチームワークが、アンカレッジでの安全な着陸に貢献した。これが、 CRM の最高水準の実践例である。操縦士がこれほど十分に乗務していたことは幸運で恵まれていた。操縦室では4人のパイロットが協力して作業に当たった。客室乗務員たちも優れたメンバーで、これは後に重要となる。なぜなら我々は緊急レベルが赤、すなわち避難しなければならなくなるのは確実だと説明したからだ。つまり我々は機体を 滑走路上に保てる確信がなかったと語った。パイロットたちは、事故後、シューペリアエアマンシップ賞を授与された。モジュールに対する被破壊検査の手法が開発され、その結果、ボーイング社は、アラートサービスブリテン 747-27A2397 を出した。2003年7月24日付の告示は、ボーイング747の整備士が適切な時期に、 上下部方向打の動力制御装置の超音波端小検査を実施するよう勧告した。連邦航空局はこの検査をボーイング747から400、400D、400回において義務化する対空性改善通報のための規則策定の通知を公表した。2003年8月28日に対空性改善通報ボーイング747型から400、 マイナス 400D 及びマイナス 400F のシリーズ機が連邦官報に公表された。2003年11月3日に発行された指令20032301は同年12月18日に発行され、後に2006年8月30日に発行、同年10月13日発行となった指令20061817に置き換えられた。本事故から4年後の2006年、 マイナス 400F を使用したエールフランスの貨物便が、下部方向段の故障で緊急着陸する事故が発生した。直接的な原因こそ異なるものの、NW85 便と同じ動力制御装置の破損が見つかった。これを受けて2008年、動力制御装置の改良品への交換を含めた、この指令に対する代案が公表された。事故機は、その後、 整備を受け運用に復帰し、後に塗装変更も行われた。2004年1月、定期航空操縦士協会は、NW85 便の乗組員に優秀飛行技術賞を授与した。2008年10月、ノースウエスト航空はデルタ航空に吸収合併された。これに伴い、事故機を含むノースウエスト所属の747から400シリーズは、 2009年2月24日付で16機すべてデルタに移管され、順次塗装変更と大規模改修工事を受け、主に欧州路線や太平洋路線で引き続き、2017年12月まで運用された。NW85 便を前身とするデトロイト東京線は、2020年により成田空港から羽田空港発着に変更の上、現在も1日1往復体制。 DL276 便で運行中だが、大駅が進み、関空、セントレアからも撤退したことから、この路線が、ノースウエスト航空、デルタ航空を通じた日本路線で最後の747の400運用路線となり、2017年10月29日、デトロイト発と、折り返し10月30日成田発をもって、日本路線から完全撤退。翌30日デトロイト発と、 折り返し31日成田発より、エアバス A350 から900が運用に入っている。2015年9月8日、N661US は、ホノルル発アトランタ行きでい836便を持って26年間の営業運行を終了し、退役。シリーズ初号機のため、デルタ航空アトランタ本社内のデルタ航空博物館で、 生体保存されることとなった。2017年3月28日より747エクスペリエンスと題して一般公開されている。ありがとうございます。